どうしたの？誰かいるの？助けて！頼むから落ち着いて！突然守護団が襲ってきたの。今のランには力を持っていないのに！もうダメ！お願い！彼女を助けて！何が起こったの？数時間前、私はサイナーに任命されて、峡谷の守護団の援助に来ていたんだけど、途中で追ってきた守護団が、突然私に襲いかかってきたの。やられるところだった。襲ってきた奴らを何人か始末した後、サイナーの密書を見つけた。サイナーは、私を暗殺するつもりよ。サイナーとは仲がいいとは言えないけど、恨みもないはず。どうして裏切ったのかさっぱりわからない。それから、以前見たことがない兵士を発見したわ。守護団の制服を着てはいるけど、仕草も顔も、普通のミスティとは全く違った。これはまずいと直感し、急いできた。でも、ランにはもう襲われた後だったの。命がけでランニを救い出したけど、彼女はもう、ダメなの。変異した守護団？あいつらは守護団の兵士じゃない！堕落した生き物が、我々の鎧を着ている。行動も普通の魔物のようだった。奴らがどこから来たのかわからない。でも、目の前の情報から推測するなら、この件は、サイナーが無関係だとは考えにくい。団のみんなが、何かに影響されたのか不安で、皆さんを守るための守護団が、どうしてこうなったのか。戻るべきかわからないけど、どうか、団人を助けて。どうやって信じろと？どうやって信じてもらったらいいかわからない。私の幼馴染を守りたくて、サイナーを止めようと喧嘩になったことが何度もあった。それでサイナーには敵とみなされ、排除しようとしたのかもね。守護団に捨てられた私は、これからどこへ行けばいいのかな。もうすぐ、この危険な大陸に葬られてしまう。だから、私の言葉を信じて、一緒にサイナーを探して、これ以上の破壊は食い止めたいの。ミシェルにはもっと厳しい罰を受けてもらってもよかったかもしれません。でも今、もっと強い敵が現れました。大量のミスティが死んだのを感じました。彼らの原爆は吸い取られたようです。森は急速に枯れ始め、すごい速さで広がっています。こんな被害、今までにありませんでした。止めに行かなければ、この大陸が滅びてしまう。そういえば、前に来た時、ミスティの残骸とたくさんの枯れた森を見たっけ。でも、私はいつものダークエネルギーの影響だと思っていたわ。最近では、ダークエネルギーはそれほど氾濫していません。新しく生み出されたエネルギーの方が危険です。明らかに何かを破壊するつもりです。だとすると、これらの異常も変異した守護団に関連があるはず。エナ、とにかく私は守護団に戻って、サイナーが関わっているか調査する。でも、もし全てがサイナーの仕業だとしたら、一人で戻っても何もできないばかりか。リサ自身が危険な事態に陥ってしまうかもしれません。あなたは力を持っていないミスティです。もし、サイナーがあなたに何かしたら、自分を守ることさえできない。エナ、ミッシェルを倒し、私を助けてくれたこと、ダークエネルギーの氾濫を抑えてくれたことに感謝します。希望を見出すことができました。今回の異変は本当に危険です。最強のシェラミスティ、ミシェルを倒したあなた以外に、この調査を完遂できる人はいません。もし、このエネルギーが拡散するような事態になれば、この大陸のすべての生き物が滅びてしまいます。リサ、私と一緒に行きましょう。必ず守ってみせます。一体誰が誰を守るんだろう。
誰？なんだ、また世界を救いに行くつもり？冗談言わないで。あなたが誰だか知らないけど、これはね、この大陸すべての命に関わる重要なことなの。はいはい、ほっとけばいいんだね。でも君たち、まさか歩いて世界を救いに行くつもり？僕のロードを使ったら一瞬で目的地に近づけるよ。一瞬は大げさか。歩くよりずーっと早いから安心して。もし必要になったり補給したくなった時は僕のところまでどうぞ。では早速出発しましょう。ミッシェルを始末したようだな。それもそうか。君もシェラミスティだったな。今度はもう絶対に逃がさない。お前の手から来てくれて探すものもいらなくなったことだ。Thank you.
の通り、我々守護団はダークエネルギーがこの大陸に現れて以来100年も魔物と戦ってきた。しかし30年前の大戦で戦争のシェラミスとアレスは行方不明で、守護団の全ての苦労が無駄になった。名声は地に落ち、ミスティも我々に希望を抱かなくなった。仲間たちは次々に血を流して死んでいった。その結果がこれか。だが私の新しい守護団が特派制度で戦えばいくらでも勝てる。前代の守護団が滅びた後、保護を失ったミスティたちがどんな悲惨な生活を強いられていたかお前は知らないだろう。魔物の生涯を張り込んで城の外に一歩も踏み出せないのだ。だがそれよりも大きな爪痕を残したのは信仰の喪失だった。天の地と信仰されていたシェラミスティもきっと彼らの領地を守ってくれる、助けてくれる、そう信じていたんだ。結局シェラミスティは誰一人我々を助けてはくれなかった。自分の領地に侵入してきた魔物に壊され踏みにじられていくのを見ているしかなかった。そして聖樹のそばのミスティたちだけが生き残れた。彼らが自分と聖樹の力で最後の浄土を守ったんだ。ダークエネルギーが消えて生き物が森に撤退するまで力を振り絞った。あの時の私はまだ子供だったが、あることを決心した。元素守護神が定めた幻覚エネルギーの制限を破り、訓練を続けシェラミスティよりももっと強いミスティになろう。私たちのミスティを守ろうと。新たな守護団を立てた頃はいろんな皮肉も言われたが、新しいメンバーを導いて元素魔法の研究をして数年の訓練と研究を重ねた今、最強のストリア軍に成長した。我々が出征した先には変化が訪れた。魔物、ダークエネルギーを持ち、シェラミスティから我々高等テオミスティの故郷を奪還するのだ。汚れた下等なミスティと生き物たちは全て排除する。反抗するならシェラミスティも例外ではない。我々の統治下でシェラミスティには平和に過ごす権利を与える。邪魔する者は消してしまうことだって可能だ。
私はここにいる。かつて守護団に忠誠を誓い、あらゆる危険な任務を完遂した。信仰は裏切って、その素晴らしい力があるのなら、そう、革新メンバーの一人になるなら、な、考えるんだ、エナ。お前の持つ唯一のパワーと大陸の最強軍団の力を合わせて、新たなストリアを建造しようじゃないか。私のエナ、死神エナ、彼女はあなたのような狂った思想の愚かなテオミスティに手を貸したりしないわ。まだわからないの？目の前にいるのはこの大陸のセラミスティの最高代表者、先天層ミッシェルを倒し、エリア城と魂を救い出したセラミスティ。彼女の力は3階のミスティを震撼させることさえたやすいのよ。セラミスティの職務というのは、世界の元素と異能のバランスを維持し、ミスティが元素を使えるようにすること。ミスティがエネルギーを使った後はすぐ回収して、ダークエネルギーや異能を蔓延させないこと。無茶をして元素突破を使ってミスティ文明を立てたのは、深刻なバランスの崩壊につながったの。大陸の生き物がたくさん死んで、史上最悪の破壊になった。あんたの仲間になるためにここに来たんじゃない。倒すことが目的なのよ。そうか、ならば仕方がない。先にお前を排除しよう。ほら、お前たちシェラミスティのエネルギーはこの私の前じゃ何の役にも立たない。言うことを聞いた方がいいぞ。さもなくば次に倒されるのはお前だ。お前を殺した後、私がこの大陸を統治する。お前は世界から忘れ去られるね。じゃあ死なないようにすればいいだけね。一瞬、お前死んだはずでは。私に忠誠誓っておいて、裏ではシェラミスティたちを統治しようだなんて、随分身の程知らずじゃない。力を与えてなくてよかったわ。もしあげちゃってたら、リンゴを食べるよりもっと嫌だったから。ああ、リンゴが美味しいという意味じゃないわよ。それはね、一番まずい食べ物。とりあえず教えることがあるとすれば、あんたの読みは外れたってこと。エナーが私を倒せたのは、あいつの力が私より強かったんじゃなくて、あんたの企みに気づいたから。わざと倒された後、あのクソまずいリンゴを食に耐えて食べただけなの。屈辱を与え、そして戦え。私のエネルギーも自由に使ってください。リサ、よく戻ってこれたな。目を覚まして、サイナー。このままじゃあなたは自分を滅ぼすだけよ。戻れるものか。そこのウサギもお前ももう戻れる場所などない。何？おや、また一撃で死にたいか。愚かなやつめ、束になっても無駄だというに、もう相談の余地はないようだな。私を殺すか、お前が敗北を受け入れるかだ。Yeah!
これはシェラミスティレベルの力なのか。いや、私は見間違うことはない。でも君の能力はすでにシェラミスティの上を行く。しかし私もバカではないのだ。特にお前のような異能シェラミスティを相手にするときにはな。究極の元素魔法の力味わうがいい。また私の勝ち。なーに？サイナーを倒した時の力はどうしちゃったの？まさか手加減なんてしてないでしょうね。もう一度聖書をかけて戦いましょうか。ふふふ、私はもう強い力なんていらないから、勝っても無意味だけど。それに私は戦う以外に脳のないバカじゃないから。頭脳だって誰にも負けない自信はあるのよ。上の階にチェスがあるわ。それで勝負よ。そんなバカな。行かさまよ。サイナーと戦った時、私のエネルギーまで奪ったのね。だからこんなに頭が良くなったんでしょ。そうに決まってる。何を持っているのよ。ウルナー。先日偶然キッチンで古い料理の本を見つけた。そしたらこのケーキの作り方が書いてあったの。本に書いてあるクリームというものは見つけられなかったから、地下に行って乳化できるオイルを見つけて使ってみたの。味はちょっと微妙だけど気にしないでくれるかな。昔いた姉さんがお菓子作りが得意だったの。この本は彼女のノートだと思う。姉さんは今も生きてるのかどうかわからない。大災厄の後、私はエリア家の他のメンバーを探し回って、あなただけが見つかった。でも近頃他の家族が生きていること、どんどん強く感じられるようになったの。ダークエネルギーが衰えてきて以来、私は生き残りを探すことに集中できた。100年以上経っても、あなたはやっぱり一番世話が焼ける子よ。でも、あなたの長い旅はまだ続く。
焦る必要はないわ。少しずつ成長すればいい。いつかきっと立派な実がなるから。霧が散ってダークエネルギーの影響から立ち直り始めているみたいですね。けれどストリア軍によるこの森の破壊は回復するまでにはまだまだ時間が必要。最近森の生き物たちの動きが活発になりました。ダークエネルギーを失った魔物たちも間もなく消滅するでしょう。もう獣や森の生き物に影響を与える心配はなさそうですね。あ、誰？出てきなさい。あれあれ、ずいぶん勘が鋭くなったんじゃない？私たちを何度も追ってきたんだから、いい加減気がつきます。今さっき瑠璃の森の道を開いたんだ。避難所のミスティたちは自分の家に帰り始めたよ。僕はもう避難所の世話をしなくていいんだ。いよいよ何の気兼ねもなく外の世界で宝物集めに集中できる。エナ、本当にありがとう。僕から君に贈り物があるんだ。これは君の通行証。次の冒険でこれを持っていれば青の祝福を受けられるよ。あ、そうだ、クリス、君にも渡すものがあるんだ。私に？ありがとう。でも霊体の私にどうやって？心配しないで、ほら。はあ、何これ、触れる？これはね、アトランティスの技術。魂と精神のための装飾品を作る専門の職人がいるんだ。当然魂だけのミスティじゃお金は払えない。だから生きているミスティたちが愛するミスティのためだけに買うものなんだ。とりあえず試してみてよ。思った通り綺麗だ。よし、僕もそろそろ次の宝物を探しに行こう。またどこかで会おうね。さあ、私たちも行かなくちゃ。リサも待っているはずです。私も研究を進めようと思います。紙とペンの記録はできないので、頭でたくさんのことを覚えるだけですが。サイナーの心はまっすぐだったわ。ただ恨みと欲望に飲み込まれてしまったの。団長の体は最後地下の崩壊とともに消えてなくなってしまった。空のお墓を作ることしかできない。団長もここに埋めてあげたかった。すべてが終わり、また始まる。守護団はストリアの新たな力を守っていく。新しいミスティ国家が再建されるまで。野生ミスティも阻害されずに誰もが町に住めるようにする。その前にエナ、お願いがあるの。もう一度守護団にチャンスを。仲間になってほしいの。大丈夫、ゆっくり考えて。あなたと団長の戦いは大勢のミスティが知っているわ。今やあなたはみんなの憧れの的。来てくれるなら誰も文句は言わないと思う。